生放送のレイコンが作る LNC チャンネルということでやっていきましょう。じゃあ今日はですね、ですね、うちのスクールでやってるデート特訓ですね、今日デート特訓やってもらいました。で、うちのデート特訓のスタッフの、M さんね、スターバックスで3、40分ぐらいそうですね話してきましたね。で、一応項目としてはですね、靴は綺麗だったかとか、爪は綺麗だとか、ヒゲとか鼻毛処理されているかとか、不快な匂いしてないかとかね、まあ会話の中で女性のところを褒めていたとか、そんなことをね、やっております。でそこをね、まず評価をまず言ってもらって、でその後、会話がね面白かったとか、クソだったとか、いろんなことをねちょっとね聞いていきたいと思いますので、この動画ねためになるって方はですね、ぜひね、あので無料で見てるんで、絶対いいねと高評価かコメントください。無料で見てるんでね、お願いしますただ飯食ってるみたいなもんなんでね、必ずいいねとそのコメントね、まあ、バットでもどっちもいいんですけどください。さあ、じゃあね、やっていきましょう。じゃあまず1個目、靴は綺麗だったか。見た目はそんなに問題ないんですけど、擦れてるところがあったので、はいはいはい、社会人でなんだろう、サラリーマンの営業で言ったらもう完全アウトだし、つま先擦れてるやつね。そう、あとかかと擦れてる。かかとこうなってるやつね。革靴履くんだったらもっとちゃんとやれよと思います。なるほどね。で、まあ5点満点中で言ったら2点。靴結構女性見ます。見る。もう面倒くさいんだったらスニーカー履いた方がまだ全然いいですよ。ニューバランスね。はい、なるほど。このニューバランスだと別に多少汚れてても、まあ、スニーカーってそういうものだから、ね、と思うので、ニューバランスらしいですね。まあ、ニューバランスとか、まあ、白のスニーカーでセットアップ着てたら結構爽やかでいいよね。そうです、ね。オッケー。じゃあ爪は綺麗だったら、ちょっと爪分けよ。爪はいいと思います。いいね、全然問題ないです。はい、ヒゲ、鼻毛、耳毛は処理されていたか。あ、ちゃんとバッチリです。ごめんです。オッケー。不快な匂いはしてないか。特にしてません。オッケー。ただ一言言うんだったら、香水一振りくらいかけてもいいかもしれない。欲しいね。女性結構匂い気にするので、はい、体臭がない人だったらちょっとふわって変わるぐらいあった方がポイント上がったと思うんです。なるほど。ちょっとつけるだけで弱かったんですか。ちょっと匂わないですね。強めにつけたわけです。強すぎてもあれなので、本当に塩梅考えて。なるほど、いいですね。コース大事ですね。はい、次、会話の中で女性の服装や外見を褒めることができていたか。ゼロです。何もありませんでしたはい、何にも褒められませんでした。多分そこだね。今日おしゃれしてきたんですよね。可愛い格好して。ね、だから今日俺パッて一発目会った時に。あ、いましたもんね。今日可愛いじゃんっつって。今日可愛いじゃん、失礼なんだけど。いつも可愛いですから、ね。いつもより可愛いねが正解だと思うんだけど。そうそうそう。だからお腹フリフリの着てきたりとか、ね、今日どうしたのって。今日泳ぎ会みたいな。そうそうそう。一言言ってあげるの多分大事ですね。多分失敗してるのそこだと思う。ああ。うん。デートたくさんして、1ヶ月5回デートしたんですよね。7回です。7回デートしたんですよね。同じ人と。違う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 。それも結ばれてるでしょ。でも全部ダメだったでしょ。そうっすね。うん、それ多分それだと思う。うん、はい、次、まあそこあと深掘っていきましょう。目を見て会話ができていたか。見れてたんですけど、うん、見すぎててちょっと引く。意識しすぎ、目を見ることを。なるほどね。なんで目を見るっていうより鼻口元を見てるぐらいが多分ちょうどいいです。あ、見られすぎてて逆にこっちが視線どこ向けよう。なるほどね。営業の時に言われました。褒めないし見すぎだし、見すぎだし怖いんですよ。はい、はいはい、圧が強いというか。ああ、そりゃダメだねごめんねごめんねはい、次、適度に相槌を打てていたか。ゼロですね相槌、相槌ダメ。ダメですね。どうダメだった。相槌ないわけじゃないんですけど、変なとこで会話カットインしてくるから、はいはい、なんか、えみたいなのが結構多々ありました。腰折られて、そう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 、ね、話の腰折ったりで、話してほしいところで急に黙っちゃったり。はいはい、だから会話のリズムができてないってことね。会話弱者だな。
あー、なるほどね。会話大事だからね。一番大事。いや、ほんと大事。で、相づち、オウム返し大事。うん、ね、あ、オウム返しはなかったですね。逆になかった。なかったです。オウム返しゼロ、大事。ちょっと今日ボコボコになるけど。はい、応援してください。うん、はい、次、笑顔で会話できていたか。ほんと、満面ではないですけど、まあ、あの、うんうん、そこは悪い印象はなかったです。うんうん、点数で言ったら5点満点中。3点。3点。4までいかないけど、はい、3でもないぐらい。笑顔の印象、なんか、あ、この笑顔可愛いなっていうのはない。なかったですね。ってことね。なるほど。はい。次、相手の名前呼べていたか。最後の方で、やっと一回小声で、マリコちゃんって言われました。ああ、なるほど。でも本当に最後の最後まで、あ、これもうなしで終わるかなって思ったぐらいなかったです。もうちょっとなんか、会話の途中で呼べるタイミングはあったのに、うん、あ、弱いんだみたいな感じでした。そこね、もったいなかったです。もったいないね。チャンスは拾わないと。うん、名前呼ぶってめっちゃ大事だったんですよね。あ、うん、言った方がいい。まあ言い過ぎてもいけないし、見過ぎてもいけないんで、はい、次、優しさ感じられた。ここはちょっとね、広いんですけど、講師が優しさを女性として感じたかっていうところで言ってもらうとどうですか。総合で言うと2点。2点。2点です。その心は、お会計とかは、まあ、スムーズにやってくれてたんですけど、うん、会話が、なんだろう、優しさがあんまり感じられない。普通に会話はできるんですけど、なんだろう、流れを私に頼りすぎな感じ がしました。なるほど。会話の流れはこっちがリードしてあげて、まあ、レールを引いてあげて、そうですね、うん、突っ込んであげたりとか盛り上げてあげたりとか、まあ、いろいろそこはこっちがね、ちょっと調整してあげればいいんだけど、そのエスコートができてないっていうこと。そうですね。なんでなんかある意味優しさがないなっていう感じがしますね。そうかそうか。だから会話が下手って思われると優しくないというか、総合的に全部下がっちゃう。そうですね。なんか、うん、優しくないって感じちゃいますね、その優しさの評価で言うと。なるほど、なるほど。だからよく言うじゃん、あの、女性どんな男性タイプなんですかって言って広い質問すると、優しい人が好きとか言って、まあ、クソみたいな答えだなと思うんだけど。そういうことよね。そういうことよね。なるほど。はい、次、気になる仕草、癖などなかったか。顔のこの辺をすごい触って、触るというか、手をここら辺に持ってきてる。はいはいはい。それ緊張の表れだね。うん、あの、なろうなと思ったんですけど、うん、女性慣れしてないのがバレバレで、はいはい、ちょっと、あの、ダサい。ダサい。なるほどね。はい、いや、まあ、よくうちの女性でこうやってやっちゃう人いるんで、でおしぼりトントンやってる人いるんで。そうそうそう。それはね、まあ、あの、そこは直ってから大丈夫です。直って、いや、それも重ねていけば直ってから大丈夫です。それはそうです。はい。という感じですね。次、レディーファーストができていたか。最初エレベーターとかはできてるなと思ったんですけど、もうお店入るあたりからだんだんグダグダになっていったというか、あ、それもデート慣れしてないんでしょうね。お店決めるにもこっちから、あ、じゃあスタバでいいですかみたいな感じで行ったり、席ももう私がもう多分黙ってたらずっとそこに立ち尽くしてるから、じゃあ席どこにしますみたいな感じで私が引っ張ってったから、そこら辺は男性がもう、もうスーって、大して難しいことじゃないのになんでこんなこともできないのって思っちゃうので、私はそれはあの、できなさすぎ。ああ、ここでいいですかって女性が決める。 ってあそこ座っといてでいいんですよ。はい、そうそう。か、まあ、ここ椅子引いてあげる。まあ、俺はね、まあ本当はね、リディーズファースト引いてあげたりとかね、するんですけど、あ、じゃあここね、つって、ちょっと買ってくるわか、買いに行こうよ、みたいな。日本だったら別に物パクられることもそんなないから、ちょっと買いに行こうって言って置いといてもいいし。それだね、7回デートして。で、7回デートして、全部次の日ブロック。一人は。ついてる。いや、続きかけてちょっと変なこと言っちゃって、ダメになっちゃいました。そうそうそう。でも分かったよね、これでね。全体的にたどたどしかった印象ですよ。はい、たどたどしい。なるほど。拙いというか、幼いというか。だから、女慣れしてない、つまり、あの、弱いオス、弱い遺伝子と思われてしまって、もうその遺伝子は欲しくないと思っちゃう。つまり、まあ、ブロックされちゃうんですよ。その通りですね。直すとこいっぱいあるね。はい。
じゃあちょっとまあ振り返っていくけど、まず直さなきゃいけないのは7回デートしてて今この状況なんですよ。はい、うん、まずは例えばデートに行く時とかは僕が本当に初めの頃はお店一回自分で行ってました。あで軽くランチでも飯食って雰囲気分かって、はい、とか駅から場所調べて歩いて行ったりとか、はい、ちょっと早く例えばデートの時ちょっと早く着いちゃったらお店の場所まで一回行って帰るとか、だいたい駅5分10分圏内じゃないですか。でちょっとさ建物見るのが個人的に好きだからマンション見ながらこうやっていろいろプラプラしちゃうんだけど、でくるっとそうとかでデートの場所とかエリアは自分で決めておく。表参道だったら表参道ね、恵比寿だったら恵比寿ね、で決めておいてお店とかもある程度絞っておくね。そしたらトイレがどこにあるとかも全部頭に入ってるから会話に集中できるし、その女の子に集中できるからね、あまりそんなにたどたどしくならない。スタバでたどたどしはダメスタバどこでもあるから、うん、そうっていう感じ。一回自分の頭の中でロープレしてあげて、で、どういう風に持っていこうかっていうのを考えた方がいいかもしれないですね。で会話に関してはまあ、俺それはできてるかなと思ったけど、相槌とあと会話のトーク引っ張りがないわけですよね。そうですね、全体的に一応私黙ってようと思ったんですけど、うん、あまりにも沈黙がちょいちょい続くから仕方なし、まあ、出して、はい、どうこれいいのかなと思いながらやってたんですけど、もうちょっといろんなので引っ張らなきゃいけないのと、あと今日一応初デートの手ですけど、うん、元彼のこと聞いてきたんですよ、うんうんうん、であんまりいい印象を受けなかったです。なるほどね。まあ、僕が教えてるのはその女性の中の加点ボタンと減点ボタンを探りなさいよっていう意味で、どのタイプが好きなのとか、前の彼氏の特徴とか、なんで別れたのとかって聞くんですけど、多分その聞き方が悪かったんだろう。そうですね、会話の流れで今じゃないはいはいはい、なるほど。そんなに打ち解けてないのに結構元彼とか、なんだろう、デート普段どこ行くのって聞かれるのは、まあ、100分ずっていいとして、元彼とどこ行ってたのとか変なとこ深掘りしてくるからどこ行ってたの聞かなくていい。どんな、だから元彼っていうか前の彼氏どんな人だったのとか、はい、まあ、その流れなんですよ。だから言わなきゃいけないことは確かたくさんあるんだけど、それをただそのボールをこうやって投げるんじゃなくて、あれですよね、ドッジボールになっちゃってるんだよね。ああ、ぶつけ合い。キャッチボールじゃなくて、うん、そうそう。そうか、ね、話の腰折るのが多かったってことね。そうですね、分断して分断して、なんで今、はい、もっと、なんか会話、これ膨らませるでしょっていうところで急にシューンってなっちゃって、うん、黙って、新しいドッジボール、ボンって投げてくる感じだから、なんかつまらない、なんか仕事の話とかでもうちょっと膨らますことできたし、うん、なんか会社でどこどこって言ったら、うん、じゃあそこら辺の地域の話を膨らませようと思ったら急に終わらせたり、なるほどでまた別の話するのかなと思ったら終わらせといてそのまま終了、はい、この人楽しいと思ってるかどうかもわからないし、なんか会話に困って次のトークを振ってきてると思うんですけど、うん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 、すごい変化球すぎてこっち、うん、なんかキャッチしきれないというか、なんかもう次ないなみたいな評価につながることが多かったです。なね、次ない次ないってだから6回思われてるわけですよ。はい、うん、だから今聞いたことをそのまま生かしてもらうというか、流れですね、会話のね。そう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 、うん、流れが下手くそすぎる。会話の流れさえ掴んでしまえばそんなに難しいことじゃない。今話聞いてる限りでは。うん、そんなに難しい、そんなに難しいことを求めてない。会話の流れだけだね。そう、キャッチボールができていないっていうことですね。じゃあそれどうやっていこうかってとこなんですけど、まあ、もうロープレインするしかない。そうです。僕と一緒に、まあ、またデートトークやってもいいし、とにかく練習するしかないね。はい。うん。相手の会話の、その、なんか相手が、ほら、僕のその動画の中で、全乗っかり。全のっかりクエスチョンってやつがあると思うんですけど、相手が何か言ってきたら、あ、そうなんだって言って、でそれでどうなのとか、うん、でみたいな、そうそう、それをやっていくと多分結構永遠に続くんですよね。はい、うん、
だからなんか7時間ぐらい喋ってたんですよ、マジで7時間ぐらいずっと喋ってたんですよ。私自分で言うのもあれですけど、喋れる方だからまだ持ったと思うんですよ。あ、うん、あ、さっきね、さっき、はいはいはい、持たないと思います普通の女の子、あの会話だったら。マジか。でもずっとこうなんかチラ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 時計見られて終わったと思います。あ、普通の女の子だったら時計見て終わり。終わりですね、会話。じゃあどうしてったらいいと思います。まあまあロープレが必要だと思うんですけど。日常一人で頭の中で会話のキャッチボール、うん、自分で男役と女役やって、うん、自分がこうやって返して女の子がこうやって返してきたらこういう風にやるっていうのをやった方がいいと思います。そうね、想定モードを自分でやった方がいいね。間違いないです。訓練、営業の本とか読んだ方がいいかもしれないです。なるほど。そうね、そうね。あと僕の動画見れば大丈夫です見てるんだけどね。あー、ロープレだね、本当思う、うん、という感じですね。なのでロープレをたくさんするっていうことと、自分の中で、例えばこれを言ったら、女の子はどういう反応するのかなとかっていうのを考えながら4パターンぐらい考えた方がいいと思う。4パターン考える。女の子は自分が何か言ったら A パターン、 B パターン、 C パターン、 D パターンで、この A パターンで言われたら何て返す、はい、B パターンで返す、言われたら何て返すっていうトレーニングをやった方がいいと思います。4パターンも考える。だってどういう風に飛んでくるか分かんないじゃないですか、会話なんて。確かにね。そうだから本当幹だけ決めておいて、でそこからこう枝分かれは正直どういくか分かんないから、そうね、幹だけ、こう幹をたくさん持っておく。だからボールはたくさん用意してきたわけでしょ、持っていったわけでしょ、何個かはです。でそれをただ単に投げてるだけだから。あいや、あのボールの数をそんな感じなかったです。感じなかった。少ない、手持ちが少ない。そうね。ただまあただ単に練習するってだけじゃなくて、だからボールをちゃんと用意していって、でそのボール投げた時の反応をまあ4パターン、まあ、俺3パターンか2パターンでいいかと思うんだけど、まあでも最低でも2パターンぐらいを用意してあげて、一番いい例だったら4パターン用意したい。それを考えられる、考えてるっていうことがやっぱり重要だから、4パターンとかね。で、まあ、幹を持ってそのボールを投げた時に4パターンぐらい来るなっていうのを、それを自分の想定モードでその答えも全部やって、さらにその返ってきた感じからまた4パターンとか3パターンとか、っていうのでこうやって広げていく。だから幹があって、でパターンここで分かれていって、ふわーっとなって花が咲くみたいな感じですかね。そうです、うん、つぼみをいっぱいつけましょう。そうですね、はい、それをイメージして自分の中で練習していってからデートに行けば、そんなに会話って困らないはず。うん、一番楽しむことじゃないですか、相手を知りたいと思って。そうね、そう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 、ほんとそう。相手に興味がないから引き出しがないというか、投げる球が直球になっちゃうと思うんですよ。いやマジで本当にそう、ちょっと長くなっちゃうけど、本当に相手のことを興味を持って知りたいなと思ったら質問って出るはずなんですよ。出る、絶対出る。で、それは好き嫌いあるよ、そのスタイルがとかその顔がとかってあるんですけど、まあ、僕の年齢ぐらいになってくると、なんかあまり美人じゃない方が好きっていうかちょっとブスが好きみたいないやこれ見てる人多分分かるよ、経営者とかそうよ、ちょっとブスが好きっていう俺だけか。なんかやだなんかやだ、なんかやだ俺ブスが好きってなんかやだなんか、え、嫌いっすか周りに。俺よく会社で B 線って言われるの。おー、うん、それ言うと俺と出会う人って俺と出会う人どうなんだろうな嫁に申し訳ないよね。なんか私褒められたらブスなんだってこれから思うんですけどいや、嫁さんは綺麗なんですけど、うん、そう、ただまあさっき B 線って言われて、あの子いいよねって言ったら B 線だねって言われあ、確かにこの間言ってたか B 線ですね、あれいいよねって言ってたから、あのバーベキューの子、あのグループにいた子ね、はい、いやあの中で、うん、B 線ですよということでですね、B 線の見極め方ということでね、今日やってまいりましたということで、とにかく、相手に興味を持って、で質問をしていく、そしてね、
なんだろうな、全のっかりクエスチョンって僕の動画あると思うんですけど、それ見てもらうと本当にそれだけで会話続くのでね、で分かんない場合はあの僕のね個別相談マジで無料なのでね、そこで個別相談やっておりますので、全然ねオンラインでやってます、聞いてくださいということです。でね、この動画ためになっている方はね、ぜひチャンネル登録とグッドボタンね、無料で聞いてるんでマジでグッドボタンくらい押してくださいということでですね、また次もね、動画撮っていきたいと思います。じゃあね、次、僕と、まあ、もう個別で、ね、もうちょっと詳しくやってあのロープレも含めてやっていきますので、ね、はい、じっくりやっていきましょう、はい、ということですね。せーの、さよなら。